人は私の役目です。動き出しても決して立ち上がらぬように。では亡霊たちは喜んで職人を迎えるのです。もう一つ、絶対にフラッシュを使わないでほしい。亡霊たちは強い光が好きではないのです。ここにあるのはたくさんの貴重な書物、それもゾロッとするものばかり。この大理石の構造は文学史上に名を残すゴーストライターたちのものです。ここには999人の亡霊が住んでおり、1000人目が来るのを待っているのです。誰か希望者はおりませんかと。いや、私が勝手に選んでもいいんです。もし亡霊になる決心がついたら後でお会いしよう。この廊下はどこまで続くのか私にもわからない。凍るような寒さになったり、焼けつくような暑さになったり、激しいぐらいすぎる。
ティーバーは私があげる。それに亡霊の一人をあなたの家までお供させようか。さあ足元に気をつけて。